今日本当はパラセーリングをやる予定だったんですけど、強風のため中止になりまして、明日明後日シュノーケリング入ってるので、今日はブラブラしてゆっくりしようかなと思ってます。これからちょっと夕暮れなモールまで、まっすぐですけど歩いていきます。ようこさんです。夕暮れなに向かってる途中ですけど、ちょっといい雰囲気のお店を見つけたので、いかにも沖縄らしいかわいいお店ですね。カラスが。ここはやっぱり多いみたいですね。こんなに船が。よく映画であるやつ。いつもならここはガラガラなのに、今日は。どこも出港を諦めてるようですね。残念です。はい、このバイアリス、石垣では170円ですけど、東京で買うと350円します。ちなみに那覇では150円。味は微妙です。ガラスのお店の向かいに、遠いな。夕暮れなモールですね。お土産屋さんがいっぱいあるとこです。こんな感じでお土産屋さんがいっぱい並んでます。沖縄名物ガチャ、ガチャって入ってっかどうかわかんないし、あと50円です。1回500円、高っ。来るたびに引いてるんですけどね。あげてみ。何それ、新キャラじゃん。ヤシガニ、ヤシガニ新キャラだよ。本当だ、ニュー、これですね。はい、続いて、そのもったいぶってあげ方。何？3個目、具志堅。具志堅。もうレアじゃなくなってきてる。ではお寿司をいただきます。私の大好きな海ぶどうが乗ってます。ではいただきます。ハイビスカスがとっても綺麗です。これはブーゲンビリアかな。離島ターミナル近くの公園です。ちょっと今工事中で入れないので
お花だけちらっと撮りました。こんな感じのところです。肉とサラダ、普通の焼肉のタレじゃないのか、焼いてください。はい、昨日と同じ光景です。ホテルに戻ってきました。今日はほとんど何もしないでずっとポケモンやってました。明日からシュノーケリングやります、今日も何もしない割には歩き回って疲れた一日でした。本日これにて終了いたします。ありがとうございました。それではまた明日、さよなら。